こんにちは、ルイです。本日の試合は3対1で負けました。で、まあ連勝とはならずということでね。まあ、先発ね、今日楽しみにしていた秋山だったんですけど、まあ4回3分の2を投げて、被安打9、三振4つ、フォアボールは0で3失点ということで、まあ見てる感じね、まあ悪くはないかなと思いましたけどね。まあそんなにこう調子がね悪いとか、まあ投球が悪いとか、まあそういうのではなかったかなと思いますけど、まあ2回にね、ピッチャーにタイムリー浴びちゃったりとか、まあそういうのもちょっともったいないなと思ったりとかね、まあ5回にね、まあ2点取られちゃったんですけど、まあ岡林のタイムリーと宇佐美のタイムリーかな。まあ岡林のタイムリーはね、まあ結構うまく打たれてるかなという部分はあるんですけど、まあこの岡林のタイムリーがね、こう勝ち越しを許すタイムリーになって、たっていうのと、まあ、もう1点ね、宇佐美の、まあ、2点リードに広がる、タイムリー打たれたんですけど、この宇佐美のね、こう5回の2点目、だから3点目ですね、この3点目のこの宇佐美のタイムリーがなければなっていう感じでは思いましたしね、まあ、ここ防いでほしかったなっていうのがね、ありましたけど、まあ、でも全体的に、まあ、5回途中で3失点なんで、まあ、良くはないかもしれないんですけど、まあ、打線の援護もなかったのでね、まあでもだいぶヒットを打たれてしまったので、まあちょっと3人で終わるっていうイニングもね、まあなかったので、まあそこもちょっと苦しかったなと思いますし、まあ球数もね、5回途中で86ということで、まあちょっと多くなってしまったっていうのもあるんですけど、まあなんかちょっとコメントしづらいですよね。まあ悪くなかっただけにね、まあもうちょっとね、まあ2失点に食い止めれたらなっていうのはありましたね。まあ惜しいかなっていう感じのピッチングだったかなと思います。で、秋山の後、まあ、ピンチだったんで、まあ、帰ってね、まあ、馬場が来ましたけど、まあ、6回も行くんですけど、1回3分の1で、被安打1、三振1つ無失点ということで、まあ、その秋山の後の5回のピッチングはね、まあ、ピッチャーライナーでね、まあ、すごくよく反応したなっていうね、すごい打球反応良かったし、まあ、6回もね、まあ、内野安打1本だけに抑えたので、まあ、昨日に引き続きね、素晴らしいピッチングだったのかなと思います。で、7回は、ハマチが投げて1イニング。まあ、三振1つ取ってね、三者凡退無失点でしたし、まあ、ハマチもね、いいボール投げてたと思います。で、8回は小林ということで、まあ、1イニング、被安打1、三振1つ無失点ということで、まあ、小林なんですけど、まあ、今季初登板じゃないですかね。まあ、すごく、まあ、1軍で投げてる経験もちろんあるので、まあ、その1軍の経験をもとにね、今日も投げてくれたと思いますけど、まあ、これからね、また頑張ってほしい選手の一人ではあるんでね、これからも期待したいなと思いますし、まだちょっと1回なんでね、まだこう、何がいいとか何が悪いとか、まだちょっと区別つかないんですけど、まあ、後々ね、またこう、投げていくうちにっていうか、見ていきたいなと思ってるんで、まあ、いいピッチングをね、これからも期待したいなと思います。まあ、ピッチャー頑張ったんですけど、まあ、打線がね、今日は全く打てなかったし、まあ3回にね、近本のこう一時同点となる、ソロホームランっていうのがあったし、まあ近本もね、本当にこう帰ってきてからすごく安定したね、成績をこう徐々に残してきてますし、まあ毎回ね、ヒットはこう1日1本出てるし、まあ今日もね、このヒット1本がホームランっていうね、最高の形になりましたしね、まああの小柄な体型でね、まああれだけのこう今日のホームランみたいに打てるんでね、すごく魅力的な選手なのでね、まあこれからも引き続きね、こう継続していってほしいなと思いますし、まあ素晴らしいね、バッティングだったと思いますし、まあ中日の先発メヒアからはね、まあその近本のホームラン1本だけっていうこともあったですけど、でもそのメヒアをね、3回で交代したんですけど、ちょっとなんでかわからないんですけど、まあ、アクシデント以外考えられないですよね、この交代はね。まあ、4回から相手も継投になったんで、まあ、それが逆に打てなかった要因でもあるのかなってちょっと思ったんですよね。そのミヒアに対しても、まあ、初回からそんなにタイミングが合ってないなとか思わなかったのでね。まあその系統にやられた部分はありますかね。今日は4回から本当に1人ずつ来たので、もうワンポイントとかなしにね、本当に1イニングずつ1人のピッチャーをつぎ込んできたっていう形だったので、まあ逆にそれって打ちづらいっていう場合もあるんですよね。意外とこう先発がこうある程度な、イニング投げてもらった方が、まあ30名ぐらいに攻略はできるんじゃないかっていう、そういうイメージもあるし、逆にこういうね、小刻みな系統だと逆に打てない。もちろん中日のね、中継ぎもいいのでね、まあそれもあると思いますけど、まあ本当ランナーすら出なかったですからね。まあこう近本はホームランでこう2塁3塁ホームと踏んでますけど、それ以外の人多分誰も踏んでないんですよね。今日チャンスゼロです。
まあ、それは勝てないですね。よく逆に1点入ったなっていう感じですよ、今日は。よく、まあ、完封負けでもおかしくなかったので、まあ、3対1とね、スコアはロースコアで、こう、投手戦なんですけど、まあ、内容だけ見れば完敗ですよね。まあ、ヒットも、多分11本ぐらい打たれてるんで、今日はね。まあ、逆にこっちはヒットね、4本で1得点なので、もちろん中日の方も11安打3得点なんで、まあ、こう、取られたわけじゃないんですけどね、よくピッチャーを粘ったと思うんですけど、まあ、こっちね、ランナーすら出なかったんで、まあ、流れ的にもね、まあ、もう大体中日の方に今日は一日の流れだったのかなと思いますし、まあ、あんまり点数入る雰囲気も今日はちょっとなかったので、まあ、今日は打てない日だったのかなと。まあ、打てない日はこういう感じですよね。まあ、メヒアからはヒット3本で、まあ、4回以降相手中継ぎね、こう来たって言いましたけど、ヒット1本しか出なかったですね。ノイジーのヒット1本ですかね。7回の勝野から打ったレフト前ヒット1本。まあ、フォアボールもね、こっちも与えてないんですけど、こっちもフォアボールもらってないので、まあ、今日は両チームね、フォアボールなかったので、その手においては素晴らしかったんですけど、まあ、その投手戦でね、まあ、ちょっとここまで打てないと思ってなかったし、っていう感じですかね。ちょっとこう、久々にね、点は1点取れましたけど、ちょっとここまで抑えられるとはね、思わなかったんで、ちょっと悔しいですけどね。まあでも、逆にね、ここまで抑えられてっていうのがね、今日あったんで、まあ逆に切り替えやすいかなとはね、思うんですけど、まあこれでカード1勝1敗になったんで、まあ明日はカード勝ち越しに向けてね、まあ両チームやっていくんですけど、まあ明日はね、まあこれも、今日も秋山ね、楽しみにしてましたけど、まあ明日も楽しみな、ビーズリーということで、まあ中日の先発も中地というね、ルーキーの、ピッチャーが来るんですけど、まあビーズリーはね、ビーズリーも秋山にと一緒でね、こう、2軍ではずっといいピッチング、まあ先発でね、ずっとこう、いいピッチングしてるっていう感じなので、まあ1軍でもね、まあなかなか1軍に来て、まあ中継ぎ登板最初してたりとか、まあ先発でも1回か2回多分してるんですけど、まあなかなか思ったようにね、こう、コントロールができなかったりとか、まあ、なかなかこう、球数が多くかさんでしまうっていう投球が結構印象があるので、まあ、なんとかね、まあ、要所要所締める形で、まあ、頑張って投げてほしいなと思いますし、まあ、相手のピッチャールーキーなので、まあ、ちょっとこう、またね、まあ、初対戦ってこともあって難しい部分もあるかもしれないですけど、まあ、僕もね、どういうピッチャーかっていうのはちょっとね、まあ、あんまり詳しく見れてないんですけど、まあ、明日じっくりね、見たいなと思いますけど、まあ、なんとか攻略できるようにね、まあちょっと今日は打てなさすぎたんで、まあ昨日はね、10得点と取れたんで、まあそういう、まあ今日のことはもう忘れてね、まあ昨日の打線を思い返すように、またやってほしいなと思いますし、まあ明日は、カード勝ち越しに向けて本当になるんでね、まあでもカード勝ち越しはね、まあせっかく初戦が取れたから、こそっていうのもね、もちろんあるんで、まあ今日はちょっと本当に見どころがね、まあ本当にチャンスもなかった、まあ見どころもなかったんで、まあ明日は見どころたっぷりのね、いい試合をね、見せてくれることを期待してね、また応援したいなと思います。ということで本日は以上になります。ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。